先導物質科学研究所の吉沢です専門は科学のいろいろな問題に量子力学を応用する量子化学、化学、ケミストリーです量子化学は理論科学の一つです日本ではこの分野で京都大学の福井健一教授がノーベル化学賞を受賞しています私は福井先生の最後の四年生、教え子にあたります 理論物理学者のシュレーディンガーが今から90年前の1926年に発表したシュレーディンガー方程式を応用して理論科学の研究をしていますこの方程式を分子の世界に応用したものが量子科学です分子のシュレーディンガー方程式は非常に難解でこれを解くためにはコンピューターの力が必要です吉沢研究室では 量子化学計算を使って、主に触媒の研究、ナノテクノロジーの研究、接着の研究などを行っています。特に触媒の研究では、化学技術振興機構 JST クレストの支援を受けて、メタンをメタノールに変換する触媒や、窒素をアンモニアに変換する触媒の研究を行っています。メタンは天然ガスの主成分で、最も安定な炭化水素です。 ちなみに、都市ガスはメタンが主成分です。一般的には、メタンを燃料として燃焼させて、それから熱エネルギーを得ています。メタンを燃焼させると、酸化反応が起こり、二酸化炭素が発生します。メタンを二酸化炭素の前段階で止めて、メタノールを作り出すことができれば、メタノールを出発点とする、 多くの重要な科学プロセスが完成します実験を担当する他大学のグループと共同研究をしています私たちの理論的な計算結果と実験グループの結果を合わせてより優れた触媒の設計を行っています毎日研究をしているとたまに予想もしていなかったことに出会えます これをサイエンスの世界ではセレンディピティと言いますこのセレンディピティは大発見に結びつくことがありますこのような発見をした時がサイエンスを行う楽しみではないでしょうかまた私は体育会サイクリング部の顧問をしています九州大学伊都キャンパスの周りにはサイクリングに最適なコースがいくつもあります 自転車に乗ると気分がすっきりして、いいアイデアが浮かぶことがあります。自分の考えを研究室のメンバーと議論したり、スタッフや学生のアイデアを聞くことは楽しいものです。それが新しい研究につながり、論文になったときは、サイエンスをするものの喜びです。論文が認められて世界からレスポンスがあったときは、特に嬉しいですね。 大学で働くことができてとても嬉しく思っています皆さんには九州大学の自由な雰囲気の中で自分の進む道を見つけてもらえたらと思います